いやーもうマジで怖い。やりたくない。やりたくない。やりたくない。もう見てよ。もうこの恐怖、絶望に見えるローズの顔の3倍はね、もう今ビビり散らかしてる顔してっかんね、俺。それだけ自信持っている。だからもうちょっと、ちょっとでも恐怖に向かう時間が遅れられるようにっていう感じで、じわじわちょっと周りを観察しながらね、進めていこうかなと思います。チラッと、チラッと。僕は朝、ここ開けれるようにならないといけないんだよね。でさ、もう相変わらずバグり散らかしてるんですよ。ロス。本物の方が可愛い。いいね。だね。可愛い。よし、行こう。なんか、なんか医者、お医者さんごっこしようよって言ってるんだけど、なんだろうな、またあれハサミで切り散らかすってやつか、なんかミヤ人形のってなんかそんなことしてた気がするんだけど、ジミーさん、地味な割にドアは派手な感じだね。横戻っていって、よいしょ、OK。で、中に入りますと。水が出てるね。止める。なんかない?大丈夫?と止めてなんか敵が急にバーンって出てくるとか、そういう落ちない。大丈夫そう。こっち、わー、これ。多分なんか壁にいろいろ絵が描いてあるんだろうな。なんかもうもはや黒い線が浮いてる感じになっちゃってるけど。こっちは行けない。向こうから施錠されている。誰が施錠してるやつ?あのレリーフをはめるやつ、これ、え?エブリンじゃね?実は、キャーキャー笑ってる犯人の正体はエブリンなんじゃないか。あ、この壁が全部、ホーラーしてる。ホラー化してる。調べる。おー、こんな血まみれにするってこと?ん?とにかく、ロッカー、本編、はぁ、あ。うわ、絵具いっぱい絵貼ってやる。こんな絵描いてんの、もう誰だよ。趣味だな、マジで。ありえんじゃろうに。うわー、へー。で、ロッカーに詰め込んだよって。あ、これを開けるやつなのか。なるほど、なるほど。そういうことね。02。おー、ちょ、待って待って。誰で開け、向こう、こっちは透けてっかんな、見えてっかんな、全部な。透け透けなんだからな。てか、セーブポイントから敵が出てくるなんて、そんな斬新な発想やめてくださいよ。で、ここには何もない。ああ、もう本当に嫌だ、本当に嫌だ、怖い。本当に嫌だなんだけど。もうこれシンプルにさ、お化け屋敷とかだったら、もう常にこう身構えてられるんだけど、身構えてられるというか、なんかもう、周り、所詮作り物でしょみたいな。44、44。0244。で、で、で、本棚じゃなくて、あれ何だったっけ?あ、なんか下にある。あれ?下、ちょっとね、なんか調べられるようなところがないね。あった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 。66。これ全部調べたことによって、大丈夫だね。なるほど。ってことは0266、ちょちょ、024466だね。そうだね、44だもんね。02だもんね。ちょっと待って、これでも開けた瞬間さ、さっきさ、ドアバーンってなったところから急に違うやつがデーンって出てきて、で、俺の心臓はキュンってなって、もう、キュンってなんか、ハート胸キュンドキドキタイムみたいな感じかもしれない。違う。シンプルに止まった音なんだよね。大丈夫?なんか、気持ち悪いの。いっぱい。うわぁ、ただの血まみれ。もう開けることわかんないです。来ないよね。なんか来るとかないよね。大丈夫だよね。来ない?来ない?来ない?なんか目の前から、キャハハって笑いながら、なんかな、内臓、うわぁ。いっぱい手が生えてる。めっちゃ出てきてたわ。めっちゃ出てきてるわ。ぬるぬる。これが本当の裏。落ちてきた進行。その程度じゃ驚かんのです。もう大丈夫。よし、じゃあ、これ。これでも切った瞬間さ、後ろのドアからさ、ベーンってなんか出てくるとかそういうのない?あんなにいっぱいいたモンキーたちどこ行ったのさ?え?ちょっと待って。出産してんじゃん、モンキーちゃん。レリーフよく。痛
痛い痛いよってそりゃそうだろ、麻酔打たないでさ、そりゃ縫合してるところを思いっきりまた切ったら痛いに決まってんじゃん。え、何？完全にさ、医者というか提供側のマネジメント不足というかマネジメントミスにもかかわらずさ、なぜかローズのせいにされて決勝上げられないよって、どういうことよ。もうあれね、怖いから全然ね、私に対して、ね、心の余裕がないんですよ。と上で手ぶらがあったりとかさ、手ぶらするほどのおっぱいがあるのかローズにあるのか知らないけどさ、お母さんがお母さんだけにさ、あ、そう、人形、なんか向こうにもなんか箱みたいなのができてるな、いろんなところに人形置いて遊んでねって、で4つ置かなきゃいけない、結晶が欲しいならお人形遊びをしてね、何もキャンプファイヤー、じゃあとりあえずレリーフ手に、うわー、またいろいろ、うわー、壁にも絵塗りたくられてんじゃねえかよ、壁にいっぱい、おお、で絵塗りたくられまくったからこれで掃除しなさいよっていう掃除道具まで置かれてるよマジか。じゃあレリーフハメハメしていきましょうか。カチャコン、オッケー、鍵外しました。よし、でここ入っていって、でとりあえず何かがあるんだろうな。に人形ポーズに調べる、塗りつぶされている、人形、ここ3つ置くところがあるってことだね。ってことは、やっぱ、なんか数を増やしていかなきゃいけないのか、なんか何箇所か、だから、いろんなところに人形置いてねってことは、なんかいろんな箇所に人形を置いていかなきゃいけないんだけど、多分、2、3、で、最後真ん中のあそこ4ってところってなんか増えていくとか、そういうオチなんだろうな。で、ルーシーとキャサリン、あれ？ルーシーとキャサリンってなんか、名前見たことあるな。どうだっけ？あ、そうだそうだ、あれだ、日記に書いてあるやつだ。ちょっと日記もう一回読みに行ってみよう。ルーシーとキャサリン、そんなやつ。いけねえし。ちょっと、いけないいけないいけない。戻る戻る戻る。ドア閉まって。閉まんねえし。ふっと振り返って。もう一丁振り返る。よいしょ。OK。はい、閉まった。ここ、だって日記、あれ日記ない。日記がない。あれ、あ、そうか。自分が持ってんだ、一回。閉まった閉まった。日記見て。ああ、増えてる。増えてる。三つの仮面と深い階層へ。うん。これで浄化結晶を手に入れて、この世界から脱出できるーってか。うん。まあ、怖い思いたくさんしてきたけど、っていうね。あれだね。深い階層へっていう方なんかさ、まさにさ、今まで帰れってうるさかったけど、マイケルも理解してくれたみたいで、もう お父さんじゃん、やってること言ってることって。これあれだね。やっぱりじゃあマイケルってね、お父さんなんだろうな。少女日記。この中にキャサリンとルーシーっていなかったっけ？どこだったっけ？ああ、あったあったあった。ルーシーの友達のキャサリンとも仲良くなれるといいなってことは、やっぱりルーシーが友達になって、そのキャサリンが登場してきたってことだね。オッケーオッケー。理解しました。じゃあ、このまま進めていきましょう。で、は？ちょっと待って。え？ミア？ミア？ちょっと待って、一旦このページにしといて、え、ちょっと待って、なんかしてくる、こいつなんかしてくる、大物になぜ登場した、そういえばこの本編にミア出てきてないけど、どうして、ちょっと待ってね、大丈夫、近づいて、なんか触れたらゲームオーバーになるとかそういうオチじゃないよね、大丈夫、うわー、目ガン決まってるわー、カラコンバッチバチですせ。で、E さん本編ちゃんと切ったはずなのに、石膏でお腹のところ、おっぱい隠してるところ、なぜか復活してるしね。いけた！現れた！消えた！現れた！消えた！現れた！もういいや。で、こっちかな、こっちの敵、あ、ドア塞がれてるね。So you want me to...Play with dolls? ってことは、行ける範囲が限られてきているから、OK。まあ、手から何かしら、あいつ洗ってあげようよ。ああ、トイレでのいじめか。トイレでのいじめってあれなんだね。アメリカとかでもあるんだね、普通に。僕もいじめられっ子だったけど、いじめられてた時なんかは、普通にトイレで、台を催してる時なんかは、下から水を入れられたりとかして、うん、バケツいっぱいの水をダーって流されて足びっちょびちょになったりとか、ね。いやいや、I get it. Fuck you. 今思えばそのいじめとかやってるやつらって、それに何が楽しいの、面白いのかって思うけどね。まあ結局は、その自分が
親から愛情をきちんと受け取ることができないで誰かが苦しんでる姿を見て快感を得るっていうね、そんなオチなんだろうね。で、ミアがあそこで動いてないってことはまだ何も起こらないって感じなんだろうね。何なのって急に背中向けて現れたのってね、おーで、ここでね、一個ね、トラウマがあるんですよ。本編やった時にこの世界観になってて、一生ね、井戸の中に入ることができなくて、どうやって突き進めたらいいのっていう感じになってたっていう状況だったんだよね。なんだけど、とりあえずでもこれ多分井戸自体が、この金婚だったりね、なんか結晶、なんとか角だったんですよ。金閣か。金閣に囲まれている状態だから、ここに従っていけば、あ、なんかちょっと今登ったね。で、調べる。顔がいっぱいあったね。じゃあ下降りていきましょう。いやーよかった。これスッといったね。あとは戻るときに、特に絡まれないで、普通に戻ることができれば、まあ万歳なんだけど。結構その3。So creepy。え、ちょっと待って、この人形は一体、あれ名前書いてないぞ。ん？ルーシー、キャサリン、お前誰やねん。え？ああ、そっか、ジミーか。ジミーズルームって書いてある。ジミーだよな。そっか、だからジミーズルームで手に入れる人形だからわざわざジミーって書いてないってことですね。じゃあ戻っていきましょうかね。ちょっと待ってよ、なんで言うんだよ、お前。誰や動かした？それとも自分で動いてきたか、まさか。え？これ大丈夫？本当に。何もされない？何もしないよね。What's going on? ほんと どうなってるの、もうほんとに嫌なんだけど。もうほんと心の余裕がないです。心の余裕もゆとりもないです。いやー、ちょっと勘弁してくださいよ。まあまあ、そんないじめないでよ。あ、いけてるいけてるあ、いけてるね、いけてるね。よし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 。もう戻る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 。見えた見えた見えた。さらばジミーズルーム。ジミーな男、ジミーズルーム。バイバイ。よし。で、人形を3つ手に入れたから、これ4つ置くところがあるんで、まだ足りないと。で、さっきのレリーフのところが確か3つ置くところがあったはずなんで、そっち行ってみましょう。お邪魔しまーす。てか、ただいまー。いろいろ薬品が置いてあるよね。この部屋ほんとマジで何だったんだろうな。よし、じゃあ調べる。で、これだね。人形を、あ、人形じゃねえや。プレゼントをどうぞ。で、これは、これなんだろう、多分指差しなんだろうな。そうだね、何か持ってる人形がルーシーによくできてるな、じゃあ全部のギミックに当てはまるっちゅうのが。オッケー。あ、でもこれなんか吊るしてる上からなんか、たらいみたいなやつがボーンって落として、なんかドリフみたいに。あ、ガタ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 。落とさへんのかーい。落とさへんのかい。なんや、てきりドリフみたいに、バーンってなってて、カトちゃんばりにこう寄り目をしながらフラ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 ってするってそういうオチでもなかった。おうおう、お前エブリンじゃん。なるほど。ってことはルーシーもキャサリンもジミーも全部エブリンに操られて愛されまくっているローズをいじめようぜみたいなそういうオチだった。よし、じゃあ最後ラストね。最後ラストも同じみたいなさ戻って4つ人形置いてクリアしましょうか。早く戻りましょう。ダイーと思ってたんだけどなんでお前そんなところにいるのビビッ。してないわ。何待機してんのよ。何仁王立ちしてんの。誰よそこに置いたの。黒髪の少女の人形が、うん、ほら。ビビった。ありえねえ、もう。いやー、目がほんとガンギマってんな、お前、マジで。違う。こいつじゃなくて、こいつじゃなくて、キャサリン人形の方。キャサリン。ルーシーじゃなくて、キャサリン、そうそう、これで、これ指差しで、目、お耳、グリ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 、ほら、人形のパン、イェーイ、グリ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 。くだらない。次やっていく。よし、じゃあ一個一個置いていこうか。調べる。これが、これルーシーだね。さっきの、じゃあ、ルーシーの人形の、名前置くところ塗りたくってたのって、あんま意味ねんじゃねって思ったけどね。まあまあ、そんなのはいいや。で、これ名前何もないから、こいつは、うん。こういうことだね。オッケーオッケー。で、次が、あれちょっと待って、置けない。置けない、置けない。待って、置けない。ちょっと待って、置けないぞ。What's? 調べる。OK、巻き。巻きを、キャンプファイヤー用の巻きだね。で、OK。で、これで4つ目で、カタ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 。え、ちょっと待って、これ本当にローズが受けてきたいじめなの、これ。だとしたら大問題なと思うんだけど。Seriously. 燃えてなくなってんじゃん。動いてないやつ。尻だけ見えるけど。
ニヤ人形からする。So sad. 生きてます。本人は生きてます。受話器？あ、もしもーし、どなたですか？ Jeez, bros, you're still looking for the crystal? 今のギミックの謎解きのところに、どこにその結晶をもらえる要素があったんですか？もうママ来るの許さないかもねってか、許さないかんな、橋本かんな、ガチャ、どういうこと？エレベーターに乗る、エレベーターじゃ帰れるのね、上に、いいのね帰って、本当に帰れるんだよね。まあそれは宮人形からしたらさ、おめえの親父に私は腕もちぎられ、足もちぎられ、目をえぐられ、口の中ぐりぐりされ、で、さらしを巻いてて、おっぱいまで挟めて切られて、まあ、おっぱい挟めて切ってないけど、おっぱい隠してたのに挟めて切られて、もう恨みしかねえわ、この野郎みたいな、そんなオチになってるんじゃないかなと思うけど、だるまさんが転んだって知ってる？知ってるよ。銃数えて逃げるやつだろ？それは隠れ物だったり、ルコッコも共通するけどさ、ドア入れなくなってるし、めっちゃカチカチに固められてんじゃん。わあ、またもう一個張り紙貼ってるよ。何これ。捕まったらお前はおしまい。ああ、なるほどね。捕まったらゲームオーバーってことなんか、ベビー的なやつが何か出てくるってことですか？で、なんか紙貼ってあるし、目をそらしちゃダメ。目をそらしちゃダメ。ってことは何かが追いかけてくるから、ずっとそれを見ながら進めなきゃいけないっていう、そういうオチなのか。あ、しかもこれあれじゃん。赤色になってるから、あー、またヒューズか。ヒューズ置いてあるところなんとなく知ってるんだけど、ドア開いてるし、さっきまで閉まってなかった、ドンロックってなった時に。うわ。うわ。ドンルックアウェイ。恐怖でしかない。うわー、わかりました。ってことは、まぁちょっとなんか次起こるだろうけど、一旦区切りがいいので、この辺りで終わりにしたいというふうに思います。ちょっと怖いん。怖すぎるんですけど、エレベーターのヒュース取ってきて、私は友達はそんな恐ろしいことしないんだよ。友達は優しく、ヒューズだよって取ってきてくれるんだよ。なんで友達だからこっちが取るんだろう。お前が持ってんだろ、誰かわかんないけどさ。まあ、多分、おそらくきっとメイビー、イブリンなんだろうけど。わかりました。じゃあちょっと次回、ヒューズを取る旅に行っていきたいと思います。ベッドルームまで行きましょう。ということでね、この辺りで区切りたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、恐怖に打ち勝てっていう応援をね、していただけると嬉しいで、コース、一旦ここでセーブして区切りましょう。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回パートまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。